皆さんこんにちは。真実を語る黒子です。本日はご覧の通り、スペシャルゲストに来ていただいております。島田秀平さんです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、島田さん。はい。先ほどは、素晴らしいお話いただきました。ありがとうございます。何の話してるんですか？いや、もうメインチャンネルでもバンバンに回ってますよ、来て今頃。もうこれの島田秀平。1本目、これ1本目じゃないんですっけ？これ2本目です。ちょっと偉いもんで記憶なくなってますね、私。汗とともに。そうか。なんかさっき終わった後、なんかビタミン C たっぷりっていう、なんかレモンジュース飲ませていただきましたけど、体がなんかね、すごいなんかビタミンを欲してたんで、なんかあったんでしょうね。なんかあったんでしょうね。うん、なんかあったんでしょうね、クロちゃん。皆さん、同日同時刻に、はい、私もお階段めぐりさんの方に出演をさせていただいておりますが、それは、先ほどの1本目、同日同時刻で出ておりますんで、これは2本目になりますから、前の動画も合わせてご覧いただいて、お階段めぐりさんもチャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いしたいところでございます。ありがとうございます。だってもう愛されててね、お階段めぐりの方もいつも来ていただいて、たらもうやっぱフレンドリーですね、うちのスタッフも。黒子さんのことをね、黒子ちゃんって呼んでますから。もう、ため口です。黒子ちゃんって。黒子ちゃんのチャンネル、今から回します、みたいな感じで。多分、黒子さんチャンネルって言うと思ったのも、黒子ちゃんって言っちゃったんだと思うんですけどね。顔真っ赤でしたから、さっき。そうですね。もう、親しみを持って、もう、お階段巡りファミリーとして活躍させて光栄です。そう思うところでございますが、今回はですね、島田さんから、階段をお話しいただけるということで、心待ちにしておりました。ぜひですね、身も心もブルッと震えるようなお話を、芸歴27年、お階段ニーヤンこと、島田秀平さんが。ごめんなさい。今、本当に心臓止めてるかも。島田さんから階段をお話しいただきましょう。島田さんよろしくお願いします。お願いいたします。ちょっといろんな話何にしようかなとか思った中で、まぁ、ちょっと黒子さんにそういえば聞いていただいたことなかったなという自分の体験談。はい。体験談。これ体験談ってなると、また結構その当時の印象と今の印象とか、いろんな方に話した結果、聞いた感想とかで、結構こう、煮込まれてるというか、はい、当時とまた違うじゃないですか。うんうんうん。まあ、そのあたりも含めてお話伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いいたします。これはね、ごめんなさい、本当に、ごめんなさい、ちょっと、何年前って定かに思い出せないんですけど、10年は行ってないぐらいですね。で、その時に僕、階段チャンネルをやらせていただいておりまして、これがね、心霊スポットに行って階段を話したりとか、あとはその心霊スポットでロケをするみたいなことだったんですよ。で、この番組がですね、かなりこう、ストロングスタイルの番組で、普通お祓いするとかね、霊能者の方がいらっしゃるとかあるんですけども、一切なく、そんなことしちゃったら、せっかく霊がいてもいなくなっちゃうじゃん、みたいな感じの番組だったんですね。で、その時に行ったのが、千葉県にあります自然公園。これ詳しくは言いませんけども、まあ、こう、海沿いにあって、まあ森がこう生い茂っていて、かなり広い敷地内で、海の方には灯台なんかもある。で、ここはですね、自然公園って言いましたけども、昼間なんかは家族連れが遊びに来たりとか、あとキャンプやったりとかっていう場所ではあるんですが、やっぱ夜になると、シーンと静まり返るし、まあ、木々も生い茂ってるんで、ちょっとこう不気味な場所に、まあ、表情を変えるんですね。で、ここが、まあ、心霊スポットと言われているんですよ。なんでかっていうと、この場所が、まあ、戦時中に、まあ、日本軍の秘密の基地があった。とされている場所なんですね。だ実際ここに行くとですね、意識しないとわからないんですけど、なんかあそこ空洞がありますね。あれ防空壕ですとか、なんかあそこ分厚いコンクリの壁があってなんかスペースありますね。あそこの武器庫だったんですよとか、そういうふうに、まあ、遺構が至るところに残ってるんですね。で、まあ、そこに、まあ、ロケに行ったんですけども、そこでね、長さ500メーターぐらいのトンネルみたいのもあるんですよ。これお詳しい方は分かると思うんですけども。で、まあそこがちょっとまあ不思議なね、ことが起こるとか、不思議な声が聞こえるとかって場所なんで、じゃあ島さんここでまあ最後ロケしましょうかって話になってます。で、最初言いました。かなりストロングスタイルなんで、
まあこういう時、普通中継とか、まあ、ロケする時ってみんな怖いけども、まあ怖くないんですよ。なんでかっていうと、撮影してるカメラマンがいれば、音声さんもいれば、照明さんもいれば、スタッフさんもディレクターさんもカメラの向こう側にいるんで、一人で怖いです怖いですって言いながら、実はみんな一緒じゃないですか。だから怖いけど怖くないです。ただこの番組ストロングスタイルなんですよ。そのトンネル前に行ったら、スタッフさんたちが、じゃあ島田さん、はいってカメラ渡されて、一人で奥まで行って、突き当たりまで行ったらそれにタッチして帰ってきてください。えっていう、マジで一人で行かなきゃいけないっていう感じになったんですよ。これやんないと終わらないですからね。じゃあ分かりました、カメラをこう自分にこう向けたりとかしながら、じゃあ行ってきますって言って、こう真っ暗なトンネル、懐中電灯一つの明かりをね頼りに奥へとぼとぼ歩き始めたんです。入り口には、まあ、共演者の方、スタッフさん、皆さんこう待ってますって言って、じゃあ怖いけどじゃあ行ってきますと、こうトンネルこう入ってくるんですよ。真っ暗の中、懐中電灯でもこうかなり古いですし、でもう湿気もすごいんですよ。なんか途中奥の方でポツンポツンなんてこう水滴なんかも聞こえる。めちゃくちゃ怖いの。しかも一人だし、何かあったらもうどうしよう。でもやんなきゃ終わらないから、すごい早足で、なんとか奥までたどり着いた。そして、はぁ、あとは帰るだけだって、帰り道に差し掛かったんです。真っ暗の中。いや、やばいっすね。いや、怖いっすよ。なんかあそこ、なんかシミが、なんかこう顔みたいに見えますね。なんか嫌ですね。何これ。変な風が吹いてるとか言いながら、必死にこうレポートもしながら歩いていく。そして帰り道で、あと200メーターぐらいでいよいよ出口、ああ終わりだってところに来たんですね。なので少し前を見たら入り口があって、そこで明かりが見えて皆さんが待ってるんだ、ああやっと帰ってきたと思った瞬間に、これ完全になんですけど、僕の左側をスーッと黒い影が通ったんですよ。明らかにふーってもう人が通ってったのが、もう僕は霊感ないんですが、僕がそれでも確実に感じたんですよ。でそんなことがあったもんなんで、ただでさえ怖かったんですけど、思わず我慢できなくなって、うわーって悲鳴上げて、でもパニックですよ。うわーってこうみんなのところに戻ったんですよ。うわっ、ちょっと、やばいですってもう反響欄。でも、どうしよう、って言った時に、普通ね、僕がこんなパニックでそこに行ったら、どうしたとか、なんかあったって言いそうなもんじゃないですか。そこにいる全員のリアクションがおかしいんですよ。やばいです言ったら、そこにいたみんなが、だよな、え、だよなって言うんです。だよなってどういうことですか。え、だよな、いやだって、え、今僕ね、今こう歩いてたんですよ。それ明らかに左側を黒い影がふーって通ったんで、あれ見ちゃいましたよ、完全にここやばいですよって言ったら、みんなが、え、見た、また変なリアクションするんですよ。なんかバーって通っていったんですけど、え、見たって何ですか聞いたら、いやあの俺らね、今あの、あ、島田そろそろ帰ってくるななんてことで見てたんだけど、その瞬間後ろの方から明らかに男の人、大人の男の人の声で、おーい、聞こえたから全員でうわっって声を上げたと同じタイミングで、島田が奥でうわーって言ってるから、はぁ、島田もこの声聞こえたんだ、うわー、やっぱりこの声聞こえてたってことはやっぱりしたんだと思って、みんなでびっくりしてたんだけど、お前見えたの。で全員ズワ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 ってきたわけですね。片やこっちはみんな声を聞いてる、同じタイミングで僕は影を見てる。じゃあこれやっぱこのタイミング同じってことは、何かここにやっぱ良くないものがいたんじゃないかってことになったんですよ。やっぱりね、さっきも言いましたけども、ここは旧、まあね、日本軍の基地があったという場所なので、
何か警告的な、そのおいっていう声もかなりこう強い声だったらしいんで、いや、よくないんじゃないのこれ、やっぱやばいよねって言って、まあ、じゃあこんなこともあったから、まあ、もうここで、まあ、ロケを終えて、まあ、早々に撤収して帰りましょうって話になったんですよ。なんで、じゃあエンディング撮りましょうって言って、まあ、木が生い茂ってるね、まあ、大きなこう大木の下で、さあ、というわけで今回ですね、ちょっと僕はね、何か見えた気がしましたし、スタッフさんは音が聞こえた、やばいかもしれませんね、非常に危険な場所だったのかもしれません。でもまたね、次回お会いしましょう。さよなら。はい、OK ですって言ってエンディング撮ったんですよ。で、うわ、怖かったっすね。でもまあ今日これでなんか無事終わりましたんで帰りましょうねって言って、ありがとうございましたって言って、一歩、二歩、三歩歩いた瞬間に、バキ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 とどっちかに乗ったら、その僕が今いたところに上の木、枝が折れて、ドスーンって落ちてきた。今もし噛んだりとか、とちったりして、あと数秒ここにいたら完全に直撃してましたよね。うわ、まあ、これやばいよ。まあ、そんなことになって、まあ、僕は、まあ、先に自分の車でちょっと先に失礼します、今日なんかね本当こんな感じだったんで皆さんも気をつけて帰ってくださいねなんてことを後にしたんですよ。でその後スタッフさんみんなワゴンに乗り込んで、まあ、帰るんですけども、帰りの途中ですね、まあ何もなかったんですよ。ただ運転手が普通に運転してると高速道路、その時に左側に何か道があるような気がして、そっちに行こうと思った瞬間、あーっと思ったら急ハンドルを切って横転しかけたっていう、まあまあごめんなさい、これ何もなかったんで、これ全部ただの偶然かもしれないってことあるんですけども、まあ、帰り道ちょっと非常にこう、まあ、一歩間違ったらっていうことにはあったんですね。でまあこのお話ってある方に話したら、これはやっぱかなり危険な状態だったんじゃないのかっていう見解をいただいたんですよ。まあ、なんでかというと、まあ、そこというのはまあそういった場所で、戦時中に兵隊さんたちがそこを必死にこう守っていた場所だから、そこに来て撮影をして外に情報を漏らすような僕らっていうのは生きて返してしまうと、いまだに守ってらっしゃる方たちからすると非常によろしくない存在になるので、生きて外に出さないようにっていうところ、まあでもまあ警告でまだ済んだのかもしれませんけど、非常に危なかったんじゃないのかなというお話を、はい、されて、まあ、また時間経った後なんですけど、またこう身が震えたというお話です。ちょっといくつか質問も含めて、ぜひ自分も鮮明に覚えてる話なんで、逆に黒子さんの見解を伺いたいです。これまずちょっと気になるのが、はい、何か取れてなかったんですか。これはね、そこまで僕がふーって言ってたのを感じたのに、その時多分自分の顔を撮ってたんです、僕自身が。だからそっち側にカメラが向いてなかった、まず撮れてなかった、そして音は入ってなかったです。でもまあ、怖くないと思えるぐらい大勢大人がいて、そっちはそっちで「おい」っていう声を聞いてるよ。みんなで聞いたみたいですね。でうわーってなったっていう。それだけの大人がいてみんなが同じこと言うんであれば、やっぱ聞こえたんでしょうしね。でその声の主とその影の主が同じかどうかはまだ分からない、分からないですね。はい、ただ全く同じタイミングだったっていうのがちょっとこう気持ち悪いなというか。またそのエンディングを撮った後に、いやあれはね本当にっていう、もうみんなもうやっぱりねかなりの大木だったので、これ直撃したら命は分かりませんけど、まあ大怪我なのは間違いなかったです。本当ドスンって落ちてきましたからね。そうなんて、実際のテレビの撮影でそういうことがあった場合って結局お祓いとかにやっぱ行かないもんなんですか。その番組はその後も行かなかったですね。ただねやっぱいろいろあったんですよ。その番組、まあ全部ね関連付けちゃいけないですけど、はるかクリスティーンさんっていうね、まあ今もね活躍されてるタレントさんですけども、当時また大忙しでもうテレビ出ずっぱりっていうね方が
なぜか、あの、来てくれたことがあったんですよ。で、その時に、その時は肺置くかな。で、ここが良くないよっていう、まあ、肺置くの階段の踊り場で、で、僕らが撮影してたところ、急にはるかさんが、キャーって悲鳴上げて、見えちゃった、見えちゃったですって、もう座り込んで、もうブルブル震えちゃうことがあったんですよね。で、大丈夫みたいな感じで、もう彼女もプロなんで、なんとか頑張ってやってくれたんですけど、まあちょっとその後、やっぱこうなんか体調も崩されて、ちょっと休業されるっていうことになったりとか。島田さんはその一件の後、こうご体調とか日々の生活で、例えば一度見てしまうと同じものをこう家の中でもファッとこう感じちゃったとか、そういうのってないんですか？一応ないんですよ。ああ、そう。で、なんか僕思うんですけど、こんなチャンネル、階段、お階段巡りとかでね、いつもこう階段話も聞かせていただくことも多いし、あとは心霊スポットに実際行くことも多かったりもするんですけど、それでも何かこう自分自身にってことがあまり感じられないので、相当鈍感なのか、それこそ何か例の方から嫌われてるのか、どうなんですかそれって。あるんですかね、そういうことって。どうなんでしょうね。私も、勉強こそすれど、やっぱりそのあたりにまつわるこう伝承っていうのは不思議なものが多々ありますよね。ですけど、じゃあそれが正解かどうかとか、普遍的に変わりない、誰が見ても絶対にそうなんだという答えが出せるものではないので、難しいなとは思いますけど。黒子さん自身はその見える人？見えないです。あ、見えないし、わからないし、聞こえないですね。この前ね、ある階段のライブに出てた時に、まあ一応そこに見える方が何人かいらっしゃったんですよ。で、この方がですね、みんなそれぞれが10人ぐらいこう出演者がいたんですけど、みんな話すんです、真ん中にいてね。話して、全部僕なんか怖がりは全部怖いんですよ。で、その時に、みんな話に集中して、その話してる人のことみんな見てるはずじゃないですか。でも、その中で霊が見えると言われていた2人の出演者の方だけ、話の最中になんかずっと僕の方をチラチラ見るんですよ。その二人が。で、なんで集中しないで、なんか、なんで俺のことを見てんだろう。あ、まあ俺変なリアクションもするから、なんかそれ面白かったのかななんて思って終わった後、その二人の子に行って、なんで俺のことちょいちょい見てたんですかって聞いたら、その方が言うにはですよ。その前で話をされてる方の話が、本当の話かどうか。作った話をしてる人も実はいたと。あと、本当の話をしてる方もいた。その時に、本当か嘘かっていうのを見極めるために島田さんを見てたんですって言われたんですよ。島田さんを見るとそれが見極められる。で、その方たちが、なぜか言ったのが、やっぱりこう、本当の話でそれをさらに知ってほしいとかって、やっぱメッセージ、何か自分の辛い気持ち分かってほしいっていう場合、その中で一番こう、まあ、ある意味、影響力がある人のところに行った方が一番例としても効率的であると。で、一応その中で僕一番先輩だったんですよ。で、まあ、あとそのなんかテレビとかにもまあ出ることがまだなんかその中ではある方だったんですけど、だからその時になんかその話をして本物だった時にその話の例が来た場合、島田さんのところに行くと。なるほどね。で、島田さんのところにそういった存在が見えると、あ、この話本物なんだ、怖いな。来てない、じゃあ違うのかななんてことで、ちょっと判定代わりにこう見てたんですなんて言われて。へえ、あ、それ面白い考え方ですね。あ、なるほど。それ聞いたら、え、じゃあなんか、え、すごい来てたのとかってめちゃめちゃ怖くなったんですけど、でも自分自身何かその後体調が悪いとかってことになったことは多分ないんですけど。へえ、面白いな。いや、今回のこのいただいた先ほどのこう影があってお話ありましたけども、こう類似するお話を頭の中でこう振り返ってみますと、昔ですね、もうこれも昔といってもまあ5年8年ぐらい前でしょうかね、とある養蜂場、あの蜂蜜を、作っている養蜂場の方から聞いたお話なんですけども、そこで夜な夜なこう蜂蜜を取るボックスみたいなのがこうよくこうあって、うん、でそこにこう巣を作っていて、それを取って蜂蜜をこう取り出すみたいな、そのボックスを管理している場所になんか人影が見えるみたいな噂話が
従業員やご近所の方からこうちょっとちらほら聞くような時期があったそうなんですよ、はい、でそんなことないよなと思いつつもやっぱりこう職場でそういうことがあると心配じゃないですか、うん、あとはもし単純に泥棒がいたりする可能性もあるので、はい、じゃあそれ夜間にそういう人影を見たりとかっていうのはやっぱり良くないからっていうことで、まあ、警備も強めるしっていうことでカメラをつけて、うん、それに加えて昼間に神主さんを呼んでお祓いをしてもらうっていうことにしたらしいんですよ、うん、そうしましたらその神主さんがどうやらいわゆる見える人だったようで、こうお祓いのこうお作法されてるんですね。その最中にこう振ろうとしたらこっち側に人の気配を感じてわっとこうなっちゃったらしいですね、でも実際には誰もいないんですよ。でわわわわなんだなんだって神主さんが驚いてるところにこう蜂がブーンとこう飛んでるんですけど、そっちの方にこう一体見えたらしいんですね、うん、そうすると蜂がこう人型にふわっと避けたっていうお話がありまして、それは昼間ですけどね、明るい場所で、やっぱ人間にはこうねわからないけども、そういった動物とか昆虫とかはってことなんですか。どうなんでしょうね。そうすると物理的にそこにいるっていうことになるのか、これも正解はないですよ、正解はないですしわからないですけど、もしかすると島田さんがすれ違った影というのもこうはっきりと感じるぐらいですから、何かこう例えば砂ぼこりが例えば立っていたとすれば、そこに人が通ったような跡が見えたりとか、そういうこともあるぐらい、はっきりした思いだったんじゃないでしょうかね。いや明らかに行きましたからね。どうですか、こう時間が経ってみて、やっぱりそういう経験をしたトンネルじゃない場所のトンネルでもやっぱりこうちらついたりするもんなんですか。いや、さすがに他のトンネルはないですけど、ただもう一度その場所に行くのはとても危険なんじゃないか、さすがに1回目の、ね、警告があった中でもう1回特に撮影なんかで行くのはこれはやめておいた方がいいんじゃないかなと思って二度と行ってないです。ああ、なるほど。なんかお祓いとかもお詳しいじゃないですか。まあいろんなことに対してね、私自身も何かなくてもお祓いに行ってみて、その作法を見たりとか空気を感じたりするのがすごく好きでして、一個ねお祓いに関してちょっと面白い聞いたことがない話があるんでご見解伺いたいんですけども、だっけな、三平三平さんかな、お笑い芸人の、はい、の方がお聞きした話らしいんですけども、まあ、ある大学があったと。で大学の近くに、まあ、その大学生たちがよく使える2階建てのアパート、まあ、多分10部屋ぐらいだと思うんですけどもね、まあ、学生寮じゃないですけどもアパートがあって管理人さんがいて、で学生さんが安く泊まれるか住めるからってことで、まあ、人気な学校から近くのアパートがあったんですって。もうね、人気なんでみんなすぐ入るんですけども、ある部屋だけ使われてない部屋があると。で、なんでここ使われないんだろうなぁなんて思ってて、で、かたくなにその部屋だけ使われてない部屋があって、でもある年かなんかに急にこう編入になった学生さんがいて、ほんと住む場所がないで、見つかるまでじゃあこの空いてる部屋なんとか入れませんかみたいなことで、管理人さんもしぶしぶじゃあしばらくというか、まあ短期間であればどうぞって言って入ったことがあるらしいんですよ。で入ったら、まあいわゆるこう霊現象がすごく起こる部屋だったんです。あ、だから使われてなかったんだみたいなことになったんです。それもなんか普通のちょっと音がするかじゃなくて、もうなんかすごい数感じられるぐらいの、もうとにかく怖い部屋だったらしいですね。でも住まなきゃいけないじゃないですか。でなった時にみんなでもなんとかじゃお金出し合ってお払い頼んであげよう、まあ相場が分かりませんけども、まあなんかこうみんながちょっとずつ出せ合えばなんかある程度お金になったんでお払いしてあげることになったんですって。でその時に管理人さんには内緒にしてたんですって。なんだかっていうと、なんかやっぱりね、そこで勝手にお払いとかするのも、まあ、良くないし、あとそのお払いしてるとこ見られたら、なんか、あ、この部屋、このアパート良くないんだって、変な風評被害広まっても良くないしっていうので、なんか言っちゃいけない気がして、内緒にしてお払いを知ったことがあるらしいんですよ。そしたら、結果的にそのお払いしたことがやっぱバレちゃって、管理人さんがブチ切れて、いつも温厚だったのに、ふざけんなみたいな。で、結果その人もなんか部屋出されちゃって、で、なんかちょっと気まずいなみたいなことがあったらしいんですね。で、まあ、この話をした方が卒業になりますって時に、まあ、4年間お世話になった管理人さんですから、本当お世話になりましたって言って、
や頑張れよお前もって話の中で思い出話の一つとして、そう昔すいませんでした、なんか管理人さんに内緒でねみたいな、なんかお払いなんかしちゃって、あの時ね管理人さんもすごくねちょっと怒られて、当たり前ですよね勝手にあんなことしたらねって言ったら、管理人さんが言うんですって、いやそうだよお払いなんかしちゃダメだよ、まあ、懐かしいな、いやお払いダメだよ本当にあれねやっちゃダメなんだよ、なんだかというとさ、あの部屋さお払いすると増えるんだよ、だからダメなんだよって言われたって話を聞いたんですけど、ただその部屋ってめちゃめちゃ多く感じたって話ありましたよね。だから当時もしかしたらそれでお払いをしたことがあったかもしれないけども、なぜかお払いをするためになんか逆に増えちゃうことがあって、じゃあもうこれお払いダメだって言って開かずの間にしていた部屋らしいんですけど、そんなことあるんだなと思って。へー、でもよく言いますよね、むやみやたらに反発しない方がこう気を逆なでしないみたいな、そういうことなんでしょうかね。まあよく、まあね、階段で昔から言われてる、なんかお経をね、捉えたら、そんなことしても無駄だぞとか言って、余計こうね、逆上してくるみたいな話も聞きますけど、もしかしたら、そんじょそこらの方ぐらいのお払いじゃダメぐらいのすごいやつなのか、その時に、もしかしたら中途半端な力で話してしまうのは、より危険なことってあるってことなんですかね。どうなんでしょうね。まあ、お払いというのは、まあ、私が知る範囲で言えば、まあ、神式とか仏式とか宗教の差はあれど、その人個人のお力という単位よりも、あれはつつがなく滞りなく作法をこなすということ自体がこう大事にされているものですから、一般的にこういった霊現象とか怪談とかを扱う世界で認知されている力の強い人だからいいとか悪いとか、そういうワンマンプレイではなくて、続いている作法をつつがなく滞りなく、こう粛々と執行するという、まあ、一つの儀式ですけども、うん、それをこう代々つないでいくということに価値があるというふうに一般的には言われております、ね。まあ、もしかするとこう霊能者とやっぱり宗教家は違いますから、うんうん、そういう視点も大事なのかななんて思いますけど、ただやっぱり払えてないっていう事実が残ってしまうとやっぱり怖いですよね。何なんですかね。まあ、もともと目に見えないものを感じてしまう、だから払うということですから、物体があればいいんですけど、そうではないわけですからね。これは難しい話になるんでしょうけども、結果的に増えてしまうということは、やっぱり半ば喧嘩を売ってるみたいな状況に捉えちゃうんじゃないでしょうかね、その目に見えない人ならざるものが、うん、ですからもしかするとじゃあ永遠に増え続けてる可能性もあるということですよね。とんでもないですよね、そうなってくるとね。家賃欲しいですもんねまあでもね、たくさんいるんだったらね、分散したらね、結構一人頭はね少なくて済むかもしれませんけど、でもそういういわくつきで理由があって開かずの間になってるという場所もあるということですね。ああ面白いな。でも実際に、そういう場所がある、ということもこう階段の世界なんかでは黒子は大事だと思っておりまして。どういうことですか。やはりこうお払いをしたからはい OK とか、先ほどのこうストロングスタイルのテレビもそうですけれども、こうまあある程度商売で、そこをまあ冷やかしとまではいかなくとも、少しこう面白くなるようなそんな期待も持ちながら行ってしまう、だけどお払いさえすれば OK、 ああなるほど、みたいなことではなくて、やっぱりこうお払いしたところでダメなものもあるという実例があるということ自体の方が価値があるんじゃないかなと思いますよね。ですから一つのものの考え方として、その儀式をするからいいとか悪いとか、その人のパワーがあるとかないとかではなくて、まあ、やはり根本的にはカタカナで言えばリスペクトを持つみたいなことが大事になってくるんじゃないかなと思いますよね。いや面白い、やっぱ何聞いても答えてくれますねそんでもないです。そういった意味でですね、ご視聴の多くの皆様はご存知かと思うんですが、黒子のチャンネルはですね、知識は外れないメガネ、誰からも奪われない宝物ということで、やはりこう一度つけた知識というのは誰からも奪われませんから、うん、そういったこう観点を持ちつつも、これからもですね怪談だとかそういったものを楽しんでいただけたらなと思います。そのうちの一つとしてこのチャンネルももちろんですが、島田さんのお怪談巡り、そして、
何か人生にこう迷って、自分がちょっとしょぼんとしてるなと思いましたら、お開運巡りということで。背中をね、押してますんで。はい。二つのチャンネルがございますので、合わせてご愛顧いただければと思います。概要欄からぜひご視聴いただければと思います。ということで、本日のスペシャルゲストは、お階段ニーヤンこと、島田秀平さんでございました。島田さん、ありがとうございました。どうも、お階段ニーヤンでした。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。そうだ、あれ、クロコラジオ、もう出させていただいて。はい、ありがとうございます。近々上がるか、今上がってるかわかりませんけど、裏チャンネルありますよね。はい。裏チャンネルで、私、だいぶ、なんか本当に裏側の自分を出してるトークしてますんで、あれもなんかよかったら聞いてほしいですよね。あれ、逆にいいんですか、あれは。あれ、電話でね、収録するっていうので、仕事すっごい終わって疲れた時に、一人真っ暗な家の駐車場の車の中で電話してたら、なんか、途中からなんか、すっごい陰の方へ入り込んで、で、だいぶ普段見せない、ね、倉島だ、闇島だを黒子さんにぶつけて相談してるっていうね、問題作になってますんで。いや、すごいですよ。これ YouTube やってるといろんなことが皆さんありまして、島田さんですよ。あの島田さんが私のラジオ番組で人生相談をするという会話。黒子さんにね、黒子さんに本当になんか、あれ問題作になってますんでね。あれも問題作ですね。あれは何チャンネルって名前でしたっけ？あれはセカンドチャンネルの、黒子の秘密基地まほろばというチャンネルになっておりますので、はい、島田さん会、メインチャンネルでうつつあたらよ鈴なり話、セカンドチャンネルで、内緒話ということで、この内緒話の方でですね、闇島が見えますね。闇ですね。表の方はね、まあ、怪談話を3つぐらい話させてもらったんですけども、セカンドチャンネルの方の闇島田、闇田周平をですね、皆さんぜひちょっとよかったら、味わっていただきたいと思いますので。はい、ということで、当チャンネル、最近ですね、たくさん島田さんにご出演いただいております。すべて、概要欄の方からご覧いただけるように設定しておきますので、合わせてご視聴いただきまして、お楽しみいただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ではまた、次の動画でお会いしましょう。あ、武藤敬司の真似してるんですね。それさっきもやった。公式オンラインショップ、マロカレ堂にて、公式グッズ好評販売中。皆さんこんにちは、真実を語る黒子です。本日もスペシャルゲストをお招きしております。国沢一生さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。いやー、コラボ2本目ということで、配信をさせていただいております。概要欄の方に黒子が出演している動画も、そして国沢さんのチャンネル自体も貼ってありますので、合わせてご愛顧いただきたいところでございます。2本目ということでよろしくお願いします。お願いします。1本目は怪談ということでお話をいただいて、本当にこう怖い話、さらには国沢さんのこの話術を持って大変面白く、撮らせていただきました。もうご覧になっていただきましたでしょうか。2本目はですね、怪談ではなく国沢さんのちょっとこう今までの人生を振り返って、まあ不幸話と言いますか、不遇話と言いますか、最近チャンネルでもかなりお力を入れられてるジャンルになりますので、ぜひ黒子のチャンネルでもということで、お披露いただきます。で、国沢さんのお人柄も含めてですね、皆さんに楽しんでいただきたいという思いがありまして、私からしてもやっぱりこうテレビで見たあの方っていう印象が大変強いんですよ。視聴者の皆さんはもう余計そうだと思うんですよね。ですから、テレビカメラの外側、まあ、YouTube のカメラを通してですけれども、テレビ以外の部分のお人柄もぜひ知っていただいて、黒子同様にチャンネル盛り上げていただきたいなと思っておりますので、不遇話ということでお伺いしていきたいと思います。国沢さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、まあ生まれた時から不遇、育っていく環境も不遇で、現在も不遇、多分おそらく未来も不遇、国沢一生ですけれども、でもこれはね、まあ、ある意味ホラーでもあり、ちょっと相談したいなっていう内容でもあるんですけれども、まあ、まずちょっと、まあ、どういう不遇から始まったかっていうところからスタートするんですけれども、うち僕長男なんですよ。で、母親がもうお腹痛めて産んだかわいい初めての我が子なんですけれども、大体かわいい我が子って生まれた時にもうみんな安堵の表情を浮かべて、はって幸せそうな顔するっていうイメージじゃないですか。でもうち全く違ったんですよ。で、僕も聞いた話なんですけれどもね、母親から聞いた話なんですけれども、まず生まれてきた時に僕何かこう呼吸がうまくできてなかったみたいで、全身真紫で生まれてきたらしいんですよ。
で産声をまず上げてなかったらしいんです。で思ってたと違うなと思って、で母親もギョッとしたんですけれども、生まれてきたばっかりなのに髪の毛ふさふさでボリュームエグかったらしいんですよ。で見た、初めて見た光景が中辺から焦った看護師さんが紫のふさふさの子供を、赤ちゃんを反対に向けて振ってるらしいぞ、こうやって泣かすために。でそれを母が初めて見て第一声にキッショって言ったらしいです。でそっから生まれて始まってるんですよ、人生僕の。まあ、それに関しては、はい、お母様も大変頑張られたし、看護師さんも頑張られたでしょう。できっとご本人も頑張られたんですよ。うん、なきしょくない。むしろそれは不遇じゃなくて良かったですよ。まあ確かにね。だちょっとワードとしてはもう本当に不遇中の幸いっていうことを僕もよく言ってるんですよ、本当に。もうそれなんで救えないから、自分が不遇中の幸いなんですけれども、これ自分だけで収まってったらいいのに、ここ最近おかしいなっていうのがあるんですけれども、まあこれはちょっと4年5年ぐらい前のお話なんですけどね、あの僕が芸人辞めて、あの一回バイトを始めたんですよ。でそのアルバイトを始めた時に、ほぼほぼ芸人さんがやってるアルバイトの中で一緒になんてこうオフィスワークじゃないけど、そういうのをやるっていうバイトやって、まあみんな仲良かったんです。でそこで僕廃墟好きなんですよ。で心霊スポットは苦手なんですけど廃墟は好きなんですね。だから廃墟好きが何人かいたから、で今度見に行こうよって言って5月中旬ぐらいにちょっとどこどこ行こうってなって、みんなで3人ぐらいで行ったんですよ。で都内の廃学校みたいなところを、入ったらダメなんで外観だけ撮って、うわめっちゃかっこいいなって言いながらみんな撮ったんですよ。で次その中の一人が、赤羽の方の河川敷の方にもめちゃくちゃいい廃墟あるんですよと、穴場なんです、行きませんかって言われたから、あ行こう行こうって言って都内から移動して赤羽まで行ったんですね。でその河川敷歩いてると、めちゃくちゃみんなバーベキューしてる人がいっぱい並んでるんですよ。でこんなとこ廃墟あるのかなと思って歩いてると、おーっていう声が聞こえて、パッて見たらバイト仲間たちがバーベキューしてるんですよ。あれと思って、俺誘われてへんやん、あれちょっと待ってよ、嫌われてんのかなって一瞬不安になってんけど、違ったんです。めちゃくちゃ幸せなんですけど、これ僕5月30日誕生日なんですよ。でこれ僕のバースデーサプライズプレゼントです、みんなからの。もうこれは僕もどっちかやったらダークなボケとかしかしないんですけど、初めてハッピーな気持ち、もうルンルンでファンタジーです。もう初めて初めてかどうかわからないけど、ここまででもうわっていう気持ち初めてなんですよ、マジで。感動と幸せ、幸福っておもろいんだと、幸福ってこんなにおもろいんだと思った瞬間だったんですけど、みんなでこうやってバーベキュー食べながらね、やってたんですよ。でまあ僕めちゃくちゃ動物好きで、今でも動物たちと暮らしてるんですけど、まあ、それはもうみんなも知ってて、でもう座ってたら、でみんなでありがとうなーって喋りながら楽しんでた時に、一匹の七星テントウが僕の肩に止まったんです。でそれを見たみんなが、え国沢さん、ワンちゃんや猫ちゃんだけじゃなくてテントウムシまでにも好かれてるじゃないですか、キャーって、こんなハッピーな笑いある世界に。今多分世界一ここ幸せな笑いだと、もうハートフルな、と思って、幸せすぎるやん俺と思って、いや嬉しいなと思って、その七星テントウ飛ばそうと思ってね、まあ頂上行ったら飛ぶじゃないですか、テントウムシって。だから取って、あれ行けよって言って手のひら歩かしてパーって行ったら、ピタッて第二関節で七星テントウが止まったんですよ。そしたらまたみんなが、え、マジですごいんだけど、国沢さん、七星テントウめちゃくちゃ懐いてるじゃないですかって言ったら、こんなに懐かれたら虫も可愛いなって言ったら、ポトンとしたんですよ。あれ?と思ったら、僕の第二関節死んでたんです。死に場所に選ばれたんですよ。で、え?ってなって、もうシーンってなって、その後。ちょっとまずいなと思って。で、これまずいな、なんか不遇なエネルギー体から出てるんじゃないかみたいな話を一回してたんですね。で、まあでもそれはたまたまだろうと思ったんですけれども、3日前、全く同じことあったんですよ。びっくりしたよ、俺。家が自然だから、テントウムシ飛んできて、七星なかったけど、テントウムシ飛んできて、お前飲んだと、お前、俺に触ったら死ぬぞってテントウムシも伝えたんですけど、どかないから、手のひらから飛ばそうと思ったら手のひらで死んだぞ今度。これなんか出てます俺。なんでしょうね。
もう七なんですここが。そんなことあります？びっくりしましたね。なんでしょう、 なんかあるんでしょうね。でもね、いやでも皆さんこうお話聞いてて分かる通り、こうどちらかといえばやっぱり明るい方だしハッピーな方だし、まあすごい下世話な言い方ですけど、やっぱお友達もとってもイケメンだし、なんかこう知らずに見てると妬まれるぐらい幸せそうに見えるじゃないですか。ああ、でもそれはよく言われますね、うん、はい、言われますよね。言われます。めちゃくちゃその妬まれはむっちゃ多いですね、うん、めちゃくちゃ多いですけど、ただこう10人ぐらい友達集まってなんとなくしょうもないゲームですけど、来世生まれ変わるならこの中誰がいいっていう指差しゲームで、俺絶対入ると思ったんですけど誰も入んなかったんですよ。で誰が一番あの生まれ変わりたくないって言ったら満票でした。そうかな、そうかな。いやどこであってもやっぱりわっ、もう第一印象はやっぱイケメンだなが先に来ますけど、そっか、満票はなかなかすごいですよ。そだからそ あのイケメンだなもめっちゃ嬉しいんですけど、これもまた不遇にもつながるんですけど、中途半端なんですよイケメン度もまたね。だから告ってないのに振られることがすごく多くて。ああ、わかります。いや私は実体験ないですよ。ないですか。例えばコンパね、芸人の時若手の時行って、もうみんなハードル上げてるんですよ、イケメン来るからって言って、で仕事終わって遅れてパッと入ったら、まず私タイプじゃないっていきなり言われるんですよ。はあって。あでもそれ、うん、なんか言いたいことわかるかも。え、あでも国沢さんから、いやすごく失礼な言い方かもしれないけど、それ言われてそれにこうボケ返して笑い取ってるところまで想像できる、うん、そんなイメージがあるけど、確かに誰にも告ってないのに初めにパンチ食らいそうですもんね。めっちゃ食らう、もうとにかくめっちゃ食らうし巻き込み事故多いし、あすごいんですよ。なんかもう平和に暮らそうと思ってて、黙っても部屋で何 も俺ツイッターとかなんか変な友達が困ってたら助けたいなとか、変な謎の正義感があっていらんことしちゃうんですよ。ダメだと思って、もうツイッターもだから触れないようにしようと思って、あんまり大事なこと意外と思って、ちょっとこの間もねこうやってもう三角座りしていい子にしてたんですよ。何も言わずに、俺はこの間ね、前も何も言わずにここ最近もずっと特に発言しなかったのに、突然なんかこう荒れそうな文章の中に僕の名前出てたりするんですよ、誰かのツイートで。俺関係ないよなそれと思って、その件にはと思うんやけど、あるんですよ。なんか俺の名前しか出てないし、ほんでもう静かに暮らしたいのに。静かに暮らしたい。逆に最近あった幸せなんですか。最近あった幸せですか。あれですね、この間たまたま入った新宿の鶏白湯ラーメンめっちゃうまかったっす。いやもうめちゃくちゃうまかったっすね。飛び切りのやつか、飛び切りのやつ、飛び切り、ちょっと待ってください。飛び切りでしょ、今年です。今年ね、ちょっと待って、ほんまに考えさせて。まずあれでしょ、 YouTube は毎日50人ずつ減ってくるやろ。だから YouTube での幸せはまずないでしょ。そこに関してない。で、あ、そうだ、大好きな林さんとイベントを映ってらった時に初めてコロナって出てなかったやろ。なんかあったかな俺。あ、生きてる。無事に。いや、この後ね、はい、国沢さんのチャンネルで不遇話してくださいって話になっちゃうじゃないですか。はいはいはい、いや勝てないよ。もうほんまにこれはもうマジでマウントじゃないですけど、不遇に関して俺に勝とうとしたら死ぬしかないっすよ。七星戦闘コース。コース。いやで、そこそこ、はい、不遇ではない、好待遇もやっぱ人生の中には私は私であったつもりだし、はいはいはい、でだからこそ不遇もあるしっていうふうに、どっちかといえば相対性じゃないですか、はいはいはい、幸せだから不幸を感じるとか、うん、やっぱいい時を思い出して、あでも今はなってなるじゃないですか、はい、
いや普通そうなんですよ。はい、なんか分かってますみたいな感じですけど、はい、ここの話しかしてないから。じゃあ、ほんまに、もうこれだけは俺クレームで言いたいんですけど、ね、みんないいこと言うから、人生は山あり谷ありですよみたいなのあるじゃないですか。で、僕も言われるんですよ。不遇話したら、谷が続いてるから次山ですよって。ふざけんじゃねえぞと。谷から始まってる人間からしたら、山じゃなくてそれ平地やねんと思って。登ってみたら平地に着くだけで、すぐ谷に落とされんねん、また。平地、谷、平地、谷の繰り返しやねん、まだずっとだって。平均点がもうここなんですよ。ここなんですよ。平地なんですよ、だからそれは。もうね、皆さんカメラ映ってないけど、おさらいさんが、もう当然スタッフでいつものようにいらっしゃるんですけど、今回ね、もうコラボをどうしようって話になった時も、とにかく国沢さんを呼んでくれと。もう一番好きだから、一番面白いから呼んでくれって、もう、ついプッシュをいただきまして、よっそうだ、じゃあ一年後にコラボしようと思ったら、なんか、不幸の増してません？いや、もう解禁ですよ、コラボ、本当に。これマジで言いたいんですけど、リスナーさんにもね、僕のリスナーさんにも強く言うんですけど、今日も書いたんですけれども、心配しようんですよ。いや、笑えよ。もう心配されたないね。笑えよと思って。心配されたらただの不遇やないかいと思って。まあ、笑ってもらえれば、不遇中の幸い。そう。ただの不遇なんですよ、心配されたら。いやー、これね、黒子のコラボとかじゃないんですけど、今回のこのコラボにあたって、どういうふうにこの不遇話を披露すればいいのかっていうサンプルが欲しいので、国沢さんのチャンネルの中で、ちょっと不遇話の見本となるような方の回の URL もらえませんかってお願いしたんですよ。で、送られてきたのが、上松壮さんの話だったんですね。皆さん、これめちゃくちゃ面白いから、これを必ず見てください。このね、不遇話シリーズ、本当に面白いんで、概要欄から皆さん、ぜひ必ずご覧いただきたいと思います。はい、ということで、ちょっと笑いすぎて体力も持たないんで、このあたりで、ご覧のことが締めさせていただきたいと思います。今回のスペシャルゲストは、国沢一生さんでございました。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。それではまた、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。公式オンラインショップ、マロカレ堂にて、公式グッズ、好評販売中。皆さんこんにちは。真実を語る黒子です。本日もスペシャルゲストをお招きしております。もうこの人大好きなんです。ハニートラップの梅木さんです。よろしくお願いします。墓こそパワーストーン、ハニートラップ梅木です。よろしくお願いします。お願いします。いや、国民のお墓ということで、もう日々ご活躍をされておられますけれども、このコラボ動画で、これ2本目でございますので、皆様概要欄から1本目もぜひご視聴いただきたいと思います。また合わせましてですね、概要欄から梅木さんの方のチャンネルに飛んでいただいて、黒子も出演させていただいております。そちらを合わせてご視聴ください。いや、梅木さん、やっぱ改まって、はい、隣でこう見ると、お墓が隣にいるってめっちゃ面白いですね。いや、一緒やで、そのまんま返すけど、その、コラボして一緒にこう、心霊怪談について語る人の顔見えへんってなかなかないですよ。そうですね。確かに、そうですね。なかなかこの界隈に同じ状況になる人いないですよね。いや、この界隈じゃないですよ。どの界隈にもいないんですよ。その表出て喋る人、なんか、あるじゃないですか。その顔見せたらあかんから、こう、すりガラスとかはわかるんですけど、うんうん、黒子って何なの？何なんですか、黒子って。え？いや、わからへんよ。これ、まあ、理由がね、いろいろあるとはいえ、別に黒子じゃなくてもよかったんじゃないかな。その顔を出さないだけっていう体でもいけたでしょうし。そう、確かに。ちょ、言われてみればそうなんですけど。あと、絶妙にこのヒラヒラするから、そわそわするんですよ。これ出ないかとか。またギュッてやると、その光の加減で出るんじゃないかとか、なんか、いろいろそわそわします。これ結構もう2年半やってるんで、はい、見える見えないのボーダーラインが、私分かってるんですよ、割と。いや、そんなこと言って、僕、あれじゃないですか。この、島田さんとの収録の時ご一緒にね、たまたまこの楽屋とかタイミングがあれで、その時にこの島田さんと、に、こう、僕ら二人、珍しいねって初めて撮ってもらったんですけど、その後連絡で、ちょっと透けてたんで、梅木さん、SNS 載せるときはぼかしてください。分かってないじゃないですか。それは静止画で、赤いところ、いや、あれは透けますよ。もう、すぐ LINE しましたもんね。もうこれね、ツイッターに上げられちゃ困ると。もう、ゴリゴリ透けてて。もう、これダメだということで、もう、あれなら撮った方がいいですもん。
いや、僕も見て、いや、わかるけどなと思って、ちょっとまだ、まあ、上げてないから、その、出られる時とかね、自分が出る時に上げようと思ってたのもあるんで、ちょっとあれでしたけど、すぐ来ました、その日のうちに。もう、これはまずいと思いまして。一応ちょっとお願いしたんですけどね。まあ、動画は大丈夫ですよ。動画は。もう、プロ。熟練の黒子技がありますんで。万が一あっても、まあ、スーパー編集のおさらいさんがおりますから、皆様どうぞご安心いただきたいところでございますけども。はい。ということで、本日は2本目のコラボで、階段をまたご披露いただきたいと思います。梅木さんの階段大好きなんですよ。皆様お楽しみになさってください。それでは、よろしくお願いします。お願いします。これもね、またちょっとお話をぜひ聞きたいという、僕の中の怪談でございます。これはですね、僕の後輩の M という男がいてですね、この話は結構ね、いろんなところでしてるっていうのもあって、しかもそれも、あえて絶対にするようにしてるんですよ。なんなら全部のこの出していただいているチャンネルでしたいなっていう話でありましてですね。で、まあ、この M っていう男から僕はある時に電話がかかってきたんですよ。新しい引っ越し先決まったんですよ。で、まあ、それがですね、まあ、東京都内のですね、まあ、新宿よりちょっと西に行ったところにある、まあ、とある町なんですよ。で、まあ、彼がですね、一個マンションを借りたっていうんです。で、それっていうのももうファミリータイプのマンションで、玄関をバッと入ると一つリビングがあって、で、まあ、玄関から見てですよ、左手に一部屋、左の奥に一部屋、そしてもう正面右奥ぐらいですね、一部屋っていうようなこの間取りの部屋なんですよ。で、まあ、この M っていうのは僕の後輩の芸人なので、まあ、お金がないということで、そこにルームシェアで3人で住むと。だからこの M 自身。そして、もう一人、その同期のね、M と同期のやつの A というやつ。で、まあ、この2人の、まあ、もう一人後輩という、この3人で住むことになった。で、まあ、決まったんですよ。今度遊びに来てくださいよ。って言って、僕に今一回連絡があったんですよ。まあ行くよなんてことを言ってて、まあしばらくね、そうなかなか行かないもんですから、そういうのって。しばらくしたらまたその M から連絡があったって。LINE をパッと出るとですね、言うんですよ。いや、ちょっと梅に変な写真撮れたんですよ。いや、これちょっと気持ち悪いんで見てくれないですかって。で、僕がパッてもらった写真があるんです。リビングから左手の部屋を背後にして撮ってる写真なんです。で、これ M という男が写ってるんですけども、ちょっと色も変えて分かりやすいに出しますけど、この後ろに骸骨みたいなのが写ってるって言うんですよ。おー、なんか随分はっきり分かりやすいですね。分かりやすいじゃないですか。こう、フードをかぶった骸骨が写ってる。で、これは僕の元に届いたと。で、これ死神なんじゃないかなと。ね、まあ死神のようにはっきり、本当にこうね、なんかディズニーなんかでも見るような、はっきりとした、こうね、アニメのような死神なので、まあ、まあ怖いという感じはないけども、なんか確かに死神に見えるから、これなんかあるかもしれんぞ。で、まあこれ一応気になったもんですからね、その僕も知り合いの方にね、そういうのがなんかわかるという方何人かいらっしゃるんで、まあ聞いてみたわけですよ。するとその中の一人が、まあこれまあ自分は仏教の考え方ですから、と。死神というのは考え方にはないんですよ、と。だからこれっていうのは単純に、ここにいた、まあ浮遊霊だと思いますと。で、まあここを、通った幽霊なんですけど、問題はなぜここにそんな通った霊がいるかというと、この死神の後ろのこのフードみたいに見える黒い部分あるでしょ。これ横の壁と比べて、ちょっと影が強すぎると思いませんか。これもだからすでに普通の壁の影の色じゃないんですよ。これ黒く見えてるこれっていうのは、いわゆるこれ霊道というやつで、こんだけはっきり黒くて大きいのって僕はなかなか見たことないんですよね。で、それがあるがゆえにそこから出たり入ったりする霊が、これたまたま映ったんだと思います。あ、じゃあ死神じゃないということはこれそんな危なくないってことですかね。いやいや、そうじゃないんですよ。と。ここに霊道があって、まあ四六時中ですよ。まあね、その幽霊とかがこう出たり入ったりするってことは、こうずっとうろうろしてる状態なわけですよ。まあ、梅木さん考えてください。例えば、梅木さんが人がずっとうろうろしてる、まあ、例えば新宿のこの雑踏の中で暮らしてると思ったら、これストレスどうですか？すごくないですか？人間ってストレスがあるとすごい病気とかいろいろ不幸なことがありますから、まあ、正直ここは引っ越した方がいいですよ。きっとこれストレスでやられてしまいます。
ていうことを僕はその方に言われたんで、そのまんま僕は M に伝えるんですけど、まあこれってもう本当に未だに僕ずっとこれ、ね、自分の中のこう悩みなんですけど、心霊を信じてる方と、まあ全然信じない人っていうと、これやっぱ伝わり方が全然違うんですよ。いくらこれ危険だって言われてる、危ないよって僕が言うんですけど、この M は、いや、そうなんですか、じゃあなんか出るかもしれないですね。まあ、ちょっと怖いっすけど、まあまあまあ、なんか出たら、その撮れた写真、ちょっと梅兄に送るんで、なんか使ってくださいよ。まあ、ネタとしてしか、まあ、捉えられない。まあ、これ、しょうがないんですよ。だって、信じてないですから。で、僕もそれ以上強くは言えないが、まあ、でも、ちょっとでもなんかあったら気をつけてな、なんてことを言ってた。で、それからね、まあ、しばらく経ったんですよ。で、まあ、本当覚えてるのは夏だったんですよね。朝のね、7時ぐらいでしたかね。その M から連絡来たんですよ。朝ですよ。普段その頃には僕に連絡とかしないんですけど、電話来て、パッて出たら、めちゃくちゃ焦ってるんですよ。梅に、あ、すいません、朝、ごめんなさい。大丈夫ですか、今。梅に、ちょっとですね、どっから、ちょっと僕も今、まとまってないんで、ちょっと昨日から順番に喋っていいですか。めちゃくちゃ焦ってるんですよ。で、まあ、じゃあ何があったか、まあいいよ、本当ゆっくりでもいいから思い出す限り言って。いやね。昨日僕ね、まあちょっと夜バイトが入ってたんで、で、僕出ていくつら、もう一人いる後輩もバイトがあるって言ってたんですよ。でね、まあじゃあ、鍵とかちょっと気をつけといてねってその同期の A にお願いしようとしたんですよ。で、まあ、A が、前、梅に見せたあの写真の部屋に住んでるんですよ。まああれも伝えてたんですけど、まあでもそんなことあいつも気にしないんで、まあ変わりなく住んでたんですよね、あの部屋に。で、まあ出る段になったんで A に声かけたんですよ。俺らもう出るで、ちょっと二人とも仕事入ってるからさ、戸締まりとか頼むね。何にも帰ってこないんです。普段その時間 A ってで、その、寝てるわけがないんで、返事あると思ったんですけど、帰ってこないんですよ。聞いてんのかおい、無視すんなよ。何にも帰ってこないんですよ。あれ?と思って。そうか、もしかしたらこれ、なんか動画、YouTube 用なのか、こう番組にこうネタ送るようで、動画かなんか撮ってて、だから起きてるけど、それ撮ってるから返事できへんのかな。あ、それやとしたら俺声かけてしまった。ごめんなと思いながら、まあ、ちょっと確認はしようと思って、ふすもこう、ちょっと開けて中覗いたんですよ。そしたらそう、ありえないんですよね。中電気ついてなくて真っ暗だったんですよ。いや、その状態で、YouTube なんか撮るわけないじゃないですか。え、じゃあ寝てんのかなと思って。そう、もうちょっと強く覗こうとしたんですよ。そしたら不思議なんですよね。ドタバタ足音聞こえるんですよ。え?と思って。いやいや、こんな足音やったらなんか撮ってない限りおかしいやれ。暗い中撮ってんのか。もうちょっと開けて中ばって覗いたんです。そしたら、真ん中に布団が敷いてあって、それがこんもり盛り上がってるから、あ、寝てるやんって。でもその寝てる光景が見えてるのに、ドス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 っていう足音消えないんですよ。いや、目の前人なんかいないです。歩いてないんですけど、音消えないんですよ。ええー、と思って。何これって思ったんですけど、僕、バイトもあるし、で、何より、まあね、考えたくもないんで、いや、多分これ上の人か何かが誰か読んで騒いでて、そのドタバタがこう、振動として伝わって、今この目の前の部屋で歩いてるように聞こえてんねやろと、僕はそう思い込んで、あ、寝てんねや、ごめんね。とりあえず出るからって言って、襖閉めて出たんですよ。で、まあ、バイトして、帰ってきて、リビング戻って。まだ、襖閉まったままで、A 起きてきてないから、あれ、あいつだいぶ体調悪いんちゃうかな。大丈夫?ない、大丈夫な?お前もういつもやったら出なあかん時間やろって声かけても返事ないから、まあカラッと開けて。で、開けたらね、やっぱ夜と違ってちょっと明るいんで光が入って A が寝てるのがはっきりとわかるんですよ。あれ?と。大丈夫かって熱かなんかあるんちゃうかってこう肩をパッて揺すってみたんですけど、反応がないどころ、なんかうーって苦しそうな声が聞こえたんで、大丈夫かってその絵をもう一回グッてこうやって引っ張ったんですよ。そしたらゴロンって体上に向いたんですけど、
口からブクブクって血の泡みたいな吹いて、亡くなってたんですよ。えと思って、いや、そんなことある？僕、急いで、そう、警察と救急呼んで、さっき。なんですけども、もう、命ない状態というか。で、警察の方が言うには、病死なんで、これ事件性はないです。なんか聞いたら、脳の血管が切れてしまってたみたいなんですよ。いやでもなんか僕もそれなりにちょっとそこで調べたんですけど、脳の血管、まあああいうのってなんか強いストレスとかがあると切れやすいって書いてて、いやあの話とかが全然なかったらそんなこと考えなかったんですけど、もしかしたらそのあの冷凍って言ってたのが関係あんのかな。あとね一個、見間違いなんじゃないかなとかっていうのも考えたんですけど、まあ夜ね寝てただけなんで、そこの部屋誰も入ってないと思うんですけど、朝ねその警察とか呼ぶ前に覚えてる感じの景色ですよ。 A の布団があってその周りなんですけど、人の足の形みたいなのにへこんだ跡が何個かあったんですよね。あれってなんかがやっぱ歩いてたんですかね、という話をね聞かせてもらったというか、僕自身もこの A っていうやつとはコントとかね一緒にやってたんで、もうめちゃくちゃ知ってるやつで、まあお葬式も行きましたし、まあ今もこう定期的にお線香あげに行ってるんですけど、なんというかこの信じないっていう言い方は別に非難してるわけじゃないですけど、その信じてない方にこういう心霊的なこの危ないようなことでどれくらい伝えるべきかとか、どれだけこう強く言うべきだったのかっていうのが未だに僕も答えが出ないのと、あと一番最初に言ったんですけど、この話っていうのは毎回できるだけ毎年、そして新しいチャンネルにお邪魔させていただくときはお話しするようにして、まあ A っていうのは僕のまあ同じね仕事をしてる芸人だったんで、まあ気持ちとしては本当に少しでもこうね、まあ自分の話とかっていうのをしてもらう方がやっぱり芸人としては嬉しいですし、忘れられてないっていうことが芸人としては僕は嬉しいので、まあ一つの供養と言い方が合ってるのかはわからないんですけど、あえてこうねお話は絶対にし続けていこうと思ってるんですよね。まあ、ちょっとまさかの展開すぎて、僕大きな投げかけとして、はい、やっぱりこう信じている方と信じていない方がまず当たり前のようにそれは当然いらっしゃいますよと。でどういう伝え方、どこまでの伝え方が正解なのかっていう部分だと思うんですけど、これは逆張りをするわけではないんですけれども、一つ基準としてやっぱり持っておかなきゃいけないのは、全くオカルトや心霊的なものとは関係なく、本当にたまたまそのタイミングで、いわゆる天寿がやってきたという可能性というのは常に捨てきってはいけないなとは思うんですよね。はい、わかります。でその上で、じゃあ霊道が関係あったのかとか、あの撮れてしまった写真が関係あったのかとか、あとはその足跡とか足音も含めてそういうものが実際にあったかどうかというのは、これは本質的にやっぱり別の問題なんでしょうけれども、これ難しいのが、我々やっぱりこう生きているとそれが同時に起きているわけですから、同時に処理しますよね。ですから全くもってこう切り離して別の問題だと割り切るのもなかなか難しいという現実もあるわけですよね。あとはこうどこかにそうでないと説明がつかないとか、逆に説明できる理由が欲しいぐらいですよね、他に。そうですね。だからこれってもしかしたらその僕が自分の後悔もあるからこそ、考え方を縛ってる可能性も非常にあるなとは思います。で本当にあの黒子さんがおっしゃるように、まあ僕もそうなんですけど、僕全てを霊とかそういう心霊のせいにしてもいけませんし、まあその考え方としてそのもっとね柔軟というかね、フラットには考えないといけないんですけど、なんですけどやっぱ当事者、かなり当事者に近いがゆえに、自分の中でまあちょっとかあの考え方がこう加速してしまっているというか、もしそうだとしたらっていうのをそうと決めてる部分もありますし、だった上で何かしてったらなとか、なんかあったんかなっていうのは考えてはしまうんですよね。これ難しいですよね。本当にこう両輪になっていて、
オカルトや心霊的なものを、信じているという前提とか信じる方、もしくはその素養のある方がいて、その上で成り立つものってのがあるんですよ。これ実はコラボ動画1本目でもお話に出たんですけど、霊感商法っていうんですね。それはこう信じる心からよくこう足元救われるっていう風な言い方をしますけれども、だからこれどこまで伝えるっていうのが難しいですよね。この結末が、死というかなりセンシティブなものであったからこそ、これはこう後々になってまで何年もこう悩んだりとか考えたりされると思うんですよ。でももっとこう手前の段階に、もしですよ、霊道があるから写真に写っちゃったからっていう話をこう衝撃的な感じでドーンと伝えて、でそれがかなりショッキング で本人も気にしちゃって、だんだんそのカルト的な宗教に助けを求めてしまったりとか、目に見えないものを勝手に自分で作り出してしまったりとか、そういう方向性もやっぱりあるので、やっぱこの人間の心というのは目に見えないですから、生きている方にも正解不正解を出せない世界ですから、亡くなった方に対して今からこちら側が正解出すというのも、まあすごく難しいですけどね。ただ生きている側としては何か納得する材料が欲しいみたいなところもやっぱりありますよね。でも今ちょっとね、黒子さんにおっしゃっていただいたので、僕はちょっと今ちょっと新たな視点ができたんですけど、確かに僕がそれをめちゃくちゃ強く言うがゆえに、そのまた別のそのカルトに引っかかってしまうっていうことも考えられますし、まあ極端に言えば強く言うが上にこの呪いのように作用して思い込んで体調を崩すっていうことも考えると、強く言うことももしかしたらそれは何か良くない方向に引っ張る可能性もあると考えると、まあ、やっぱりある意味ではやっぱり節度を持って、で伝えたあれが限界だったのかなとか、まあ取るべき行動としてはあれが精一杯だったのかなというようにも今ちょっと感じましたね。こう昔から病は気からなんていう言葉がありますけども、黒子も YouTube を活動し始めて2年半ぐらい経つんですが、怪談とか、まあ、心霊系のお話に触れると動画のコメント欄でこう、まあ多分ご自身の中で自分は見える人って認識なんだと思うんですけど、コメント欄にこれは何々の霊ですとか、これは何々だから気をつけてくださいみたいなコメントする方って結構いらっしゃるんですよ。で黒川もそれはそれですから否定も肯定もせずに一個のコメントとしてこう目を通すっていうことなんですけども、私はそれができるからいいですよ。でもできない方ってやっぱりいらっしゃるので、あそうなんだと思ってしまって、ちょっと精神的にそっちにこう引っ張られていってしまう。で後から振り返ってみれば、あの動画のあのコメントを見てからだっていう風にこう逆算できちゃったりしたりするもんですから、かなりですねこの目に見えないものの取り扱いってのはやっぱり難しいんだなとつくづく思うんですが、途中で梅木さんがおっしゃったその全てを心霊のせいとするわけではないんですが、あの言葉を聞いて私すごく安心しまして、やっぱりどうしてもですね、この YouTube の媒体特にそうなんですが、過激に不思議に奇妙にもうわからないものだからこそ、どこまででもこう角度をつけれてしまったりするわけですよね。しかしそういう中で怪談を取り扱うことの大変多い梅木さんが、これは必ずこう心霊だけのせいじゃないんですよというようなこう言い方をなさっていただいたのが、こうすごく改めて勉強になった回でございました。ですからですね、まず前提として近しい方が亡くなられたということも踏まえて、コメント欄はですね、この考察とか感想っていう一つのジャンルの場所ではあるんですけれども、節度を持ってですね、ご自分の中のこう判断基準っていうのを持って、それが他者にも影響するんだっていうことをよくよく頭に置いて、楽しんでいただけたらななんて思うところで、ございます。まあ我々発信者側ですね、やっぱりこううまいこと線を引いて、抑えるべきものは抑えて、出すものは出してということで、まあこれからもですね、これに懲りずに黒子のチャンネルに来ていただきたいななんて、思うわけでございます。公式オンラインショップマロカレ堂にて公式グッズ好評販売中。で最後に一つお伝えしたいことがございます。忘れないこととか語り継ぐことが供養になるんじゃないかというお話がございました。私本当にねそれは感銘を受けまして、人は二度死ぬなんて言葉がございます。
1度目はいわゆるご命日ですね、これはもう心臓が止まってしまった日、これ2回目、その方を覚えてる人が誰もいなくなった時、まあ、こんな言い方をしたりもしますね、ですからこのお話を教訓に、皆様も近しい方々をこう思い出したり忘れないようにしてあげたりすること、供養というんですかね、そういったものをしていただきながら今ある命を楽しんで、その人生の楽しみのうちの一つに我々のチャンネルがお供できれば嬉しく思います。本日はコラボ動画2本目ということで、梅木さんをお招きさせていただきました。概要欄に梅木さんのチャンネルを貼っておきますので、ぜひ、黒子出演の動画も含めて他もたくさん面白い動画もありますから、ご愛顧いただいてチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。本日のスペシャルゲストはハニートラップの梅木さんでございました。梅木さんありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。